左肩甲骨骨折から早期の一軍復帰を目指す阪神、木浪聖也、30、が7日、二軍鳴尾浜球場で屋外フリー打撃を再開した。日本生命との練習試合前に打撃刑事に入り、マシンと山崎打撃コーチが投げる2カ所で計54スイング。広角に打ち分けて、順調な回復ぶりをアピールした。 打撃後は遊撃の定位置につき、打者の打球を補給するなど軽快な動きを見せた。